ショーン・マーク・トールソンは、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス出身の元プロ野球選手、ウトウ右打ち、2010年の MLB ドラフト30巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、6月15日に契約。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズで、プロデビュー。26試合に登板して1勝1敗17セーブ。 防御率0.6339奪三振と、好成績を残し、リーグのオールスターチームに選出された。2011年はまず、A 級、クレートレイクスルーンズで14試合に登板して1勝、0敗10セーブ、防御率0.0033奪三振と結果を残し、5月に、A 級乱直過門がクエックスへ昇格。5試合に登板して2勝0敗3セーブ、 防御率0 9 3十7奪三振の成績を残した。5月下旬に A 級チャタヌーガルックアウツへ昇格。38試合に登板して4勝2敗12セーブ、防御率1.6255奪三振の成績を残した。2012年は A 級チャタヌーガで11試合に登板して0勝0敗5セーブ、防御率1.3819奪三振の成績を 残した。5月にトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ昇格。8試合に登板して0勝1敗、防御率4.8215奪三振の成績を残した。6月4日にドジャースとメジャー契約を結び、7日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。9回裏から登板したが、先頭打者のエクトルルナ。 二人目のジミー・ロリンズに対し二者連続の支給を与え、一死も取れないまま降板した。この年メジャーでは40試合に登板して3勝1敗、防御率4.30、脱三振の成績を残した。2013年3月19日にトリプル A 級アルバカーキへ移動。4月12日にメジャーへ再昇格し、同日のアリゾナでアイアモンドバックス戦で8回一。 死から登板したが、2死球を与え、1死も取れないまま降板。4月15日に、追患版ヘルニアで15日間の故障者リスト入りした。9月11日に60日間の故障者リストへ、移動。結局この年は1試合の登板にとどまった。10月31日に故障者リストから外れた。2013年11月20日に、ウェーバー工事を経て、 テキサスレンジャーズへ移籍した。2014年2月26日にレンジャーズと1年契約に合意、自身初の開幕ロースター入りを果たした。この年はリリーフ陣の中心的存在となり、64試合に投げて3勝1敗、防御率2.76ホイップ1.17という高成績を残し、大ブレークを果たした。2015年はクローザーに抜擢され、 アリーグ5位となる73試合に登板。防御率は前年より悪化して2.99となったが、ホイップは改善して1.15だった。また、リーグ5位となる35セーブを挙げ、クローザー転向は大成功に終わった。2016年は開幕時はクローザーであったが、5月17日の オークランドアスレチックス戦で4度目のセーブ失敗となり、翌18日からサムダイソンにクローザーの地位を奪われた。7月29日にマイナーオプションでトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスに降格した。トリプル A 級で4試合に登板したが413回を投げ、自責点6、防御率12.46と精裁を書いた。8月12日に 腰の念座で7日間の故障者リストに入った後、23日に60日間の故障者リスト入りとなった。10月26日に40人枠から外れる形で、トリプル a 級ラウンドロックへ降格したが、28日にマイナー降格を拒否して FA となった。2017年1月23日にタンパベレーズと1年契約を結んだ。この年は5月に、 トミー・ジョン手術を受けたため、全休した。オフの11月6日に40人枠を外れる形で、参加の AAA 級ダーラムブルズへ配属された。同日 FA となった。2017年12月21日に、テキサス・レンジャーズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。しかし、リハビリ中に故障が再発。 現役引退を表明した。ありがとうございます。